ゲオルギー・プレハーノフ、ゲオルギー・バレンチノビチ、プレハーノフ、ジョージャッジ、バレンティーノビッチ・プラホーナフ、1856年12月11日、ユリウス歴11月29日から1918年5月30日、ユリウス歴5月17日は、ロシアの社会議者、ロシアマルクス主義の父と称される。生涯にわたって、ボルギン、ウシャコフ、カメンスキー、ベルトフ、 バレンティノフ、同年代のジャーナリストニコライ・バレンティノフは別人と、おびただしい記名を用いていた。タンボフシューグダロフカのタタールの世襲貴族の家に生まれ、陸軍主管学校、鉱山学校に学ぶ。1875年から革命運動に投じ、はじめは、ナロードニキの秘密結社と地と自由に属したが、1879年に、 分裂した際は、人民の意志に反対する黒い割り替え派の指導者となる。1880年に国外に亡命後、第一インターナショナル運動を知り、1882年に、マルクスとエンゲルスの共産党宣言をロシア語に訳して交換し、その後、マルクス主義の有力な宣伝者となった。黒い割り替え派の同志だったベイラ・ザ・スーリチ、パーベル・アクセリロードなどとジュネーブにおいて、 労働解放団を組織し、マルクス主義文系を翻訳して故国に働きかけた。1889年の第二インターナショナルの創立に参加し、1900年齢人のイスクラ神発行に協力した。1903年ロシア社会民主労働党の第二回、大会後間もなくメンシェビキに組みした。1九百四年に日露戦争が勃発すると、同年八月の第二 インターナショナルアムステルダム大会の開会式で、ロシアと交戦中の日本代表の片山戦と握手し、帝国主義の枠にとらわれない労働者の反戦を訴えた。ロシア第一革命、1905から7年では、武力放棄に反対し積極的な行動を取らなかった。革命が挫折した反動期にボリシェビキに接近し、メンシェビキの回答運動やマッハ主義哲学の流行に、 対して論争した。第一次世界大戦中は、ロシアのドイツに対する戦争に賛成し、1917年のロシアでの2月革命後も態度は変わらず、10月革命にも反対の立場を取る。2月革命直後に連合国側の後押しもあって、西洋中のサンレーモから帰国し、最初は熱狂的に歓迎されたが、レーニンらの体制に幻滅し、 10月革命からわずか3日後の旧暦10月28日、新暦11月10日、ペトログラードの労働者への公開上を座数立ち、レフデイチラと共に発表して10月革命を史上最大の最悪であり、結果として内戦を引き起こして2月革命の到達点よりも、はるか後に交代するだろう、と批判。結果、その翌日には兵士らに家宅捜索を受け、密に出国して、 翌1918年にフィンランドのテリオキで結核に離死去。ペトログラードのボルコフスコエ墓地のベリンスキーの墓近くに葬られた。ボリシェビキ政権は彼の死後には初期の論文のみを出版し、プレハーノフ記念ロシア経済アカデミー及び GV プレハーノフサンクトペテルブルク国立鉱山大学に彼の名をつけるなど性的に利用した。 プレハーノフの政治活動は当時のロシア左翼で支配していたナロードニキ思想への批判から始まった。ロシアで起こっていた社会構造の変化を見守り、農村共同体は崩壊し、革命の担い手となることができないことを知る。ロシアは社会主義に進み始める前に、資本主義的発展を経過しなければならない、来たるべき革命はブルジョア革命であると考えた。したがって、 ロシアで生まれ始めた労働階級は、訂正から政治権利と自由を奪い取ることを目的とするべきである。社会主義と政治的闘争税、1883年、我々の意見の相違税、1885年は、ナロードに気を批判し、労働階級の革命での役割を論証したものである。プレハーノフは、ヨーロッパでのマルクス主義哲学の最初の解説者であり、 弁償法的遺物論を時代の哲学に対決させるという例のない仕事を行った。一元論的士官の発展の問題、ぜいぜい、1895年はその方面での最高傑作であり、それを読んだ例人は直ちにペテルブルクの間に激章して進めている。その後もプレハーノフが哲学について書いたものを全部研究しないで、 私的で神聖なマルクス主義者になることはできないと、プレハーノフの哲学における権威を認めいる。文学や美術の批評として書いたものは、アントニオ・ラブリオーラやフランツ・メーリングに匹敵する。1890年代の後半にはベルンシュタインなどの修正主義者に対して、正当マルクス主義を擁護するために論争に加わった。この論争でのプレハーノフは、修正主義への非嘉強制において、 ローザルクセンブルクと並んで印象的であり、後のボリシェビッキたちの模範となったとも言える。さらに、ロシア国内での、などの、マルクスの競技から革命性を取り除こうとする、傾向への勢力的な敵でもあった。第二回党大会での革命の利益は最高の法則であるサラス、レベリュシサポリイ・マレックスという抗言は、プレハーノフによってなされた。日露戦争の時は、 国際社会民主主義は国際戦争に反対する構想に立ち上がらなければならないとして、ロシアの敵国日本の社会主義者、片山セントアと悪ュマでしたが、1914年の大戦勃発時に、レーニンやルクセンブルクが戦争を内乱に転化するべきであるとしたのに対して、中央同盟国のドイツ社会民主党やオーストリア、社会民主党の論客たちを、 プロイセン的軍国主義と否定し、ブルジョア民主主義である協商国の帝政ロシア及び臨時政府を支持して社会排外主義を主張し、党内派閥を率いた。プレハーノフは、ナロードに危批判の頃からの、農民は革命の主体ではありえないという確信に忠実であり、かつての弟子であるレーニンが、ブルジョア革命ではなく、農民と同盟して革命を起こしたことに対して、 なるほど日記的だと非難したのは当然であった。ドミトリー・ボルコゴーノフは、プレハーノフは、結社の親方、つまり彼がレーニンと共に生み出した党の指導者としてではなく、ボリシェビキの最悪を予言した人物として、歴史書入りしたと評している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。